じゃあ先生、次の質問で、はい、飛鳥昭雄先生こんばんは、はい、最近エリア52が閉鎖されてユタ州に新しい基地が作られたと聞きましたが、ユタ州に作ることに何か特別な理由、意味があるのでしょうか。まず間違い箇所があります、はい、エリア51です。ですよね。で、そのエリア51の約北西というかな、北側に実はエリア52ができます。で、その一部がユタ州にこうかかっていると。あ、エリア52がユタ州にかかっているってことですね。そういうことです、はいはい、まあ相当数ね、はい、うん、で、エリア51は封鎖とか閉鎖されていません。あ、まだ当然です、うん、ただアメリカが、政府が、去年かな、はい、初めてエリア51の存在を認めたんです。今さら、うん、だからここなんですよ。エリア51をようやく認めたということは、代わりのエリア52ができたってことなんで、はいはいはい、それはもう軍事で言えば当たり前の話で、はい、初めてこの最新鋭の兵器が公開されたら、はい、実はその次の兵器はもうすでに開発してあるってことなんで、それはもう当たり前のことなんで、うん、で閉鎖されたのはアラスカにあるハープ地震兵器、地震兵器ですね、いや気象兵器とも言われてるので、はい、これは閉鎖されました。あ、閉鎖されたんですか。で、最後の仕事はこれはアメリカでも公開されてますけども、はい、アメリカの国内に向けて照射しました。はい、なぜ自国に向けて。いや、穀物地帯を灼熱状態に置いた、雨を降らせない。あ、だからアメリカは去年トウモロコシから大豆からえらい大変なことになったはずだよ、はい、雨降らなかったんだ、はい、降らせなかったのわざと。なぜですか。今年食糧危機が起こるから。はなんか逆説的に聞こえるでしょ、はい、うん、この軍を動かして、これアメリカっていうのは3匹の蛇なんですよ、はい、アメリカを支配しているのはまずアメリカ議会ね、はい、で大統領、はい、あとペンタゴンなんですよ、はい、でペンタゴンのバックには軍産複合体っているわけですよ、はい、まあ、別名、はい、シークレットガーメント、はい、シーガバットなんだけど、でこの3つの中でもう走り出したら止まらないというのが官僚組織、はい、これはペンタゴン。アメリカ最大の巨大官僚組織がペンタゴンですから、はい、ペンタゴンがもう動き始めたら、もうあと大統領も議会も、もう下側じゃなくなってくるんだよ。